ロジャパンファイナルチャンピオンはナンバースリー B3。 もう死ぬ気でやります。人生かけて、俺のバスケ人生かけて、もう足が使い物にならなくなってもいいから、そんぐらいの気持ちでぶつかっていきたいと思います。大学卒業して2年間あの家業を継ぐために浅草の寺で修行して、で25の年にあのストリートのシーンに飛び込んで、でそれで今6年目になるんですけど、で飛び込んで初めはその他のチームに誘われてプレーしてたんですけど、で後々自分でそのアンダードッグっていうチームを立ち上げて今に至ります。ジャパンファイナルが終わって、そういろんなとこに顔を出したりするにつれて、まあ、すごい話されもするし、で1対1を挑まれたりするし、ああこれがなんか背負うってことなんかなって、ちょっと少しずつすげえ自分の中でその気持ちが大きくなってきて、まあ今プレッシャーがないって言ったら、まあ、正直嘘になるし、でも逆にそれがすげえ力になってるし、俺たちの代表ってことで、もうあいつがそのなんていうんですかね、こう優勝するまでに何人もこう悔しい思いしてるやつがいるんですよ。そいつらの気持ちを本当に代弁するようなプレーをしてきて、あっちでなんか爪痕残してきてほしいなって思いますね。やっぱりその恵まれた体型やし、シュートうまいし、能力もあって、俺はなんかこうなんとなくこう能力でプレーしてる選手かと思ったけど。あいつは誰よりもやっぱ努力をしてる選手やし、それはなんかその俺が出会ってから今までも全然変わってない。この年でまだ後継ぐって決まってるにもかかわらず、まだ東京にいてやってるっていうのがあるんで、まあ負担はかけてると思ってるんですよね。そのお寺にも、寺に生まれて、まああの普通ですね、あの男の子であれば寺を継ぐ、まあ、お寺の後を継ぐことに対しての抵抗は何ですかね、まあ、正直なかったですね。でもそれってのはやっぱり親父がそういう背中を見せてくれたっていうのがやっぱり大きいかな。まあ、いつか帰ってくる、帰ってくるって本人も、もうずっと前からあの来年は帰ってくる、あ来年は帰ってくるって、まあ、今年もまた来年は帰ってくるって言いましたから、まあ、帰ってくるんだろうと思いますけども、自分が生きてきた環境でなんか単純にどっか親父に憧れてる部分はあったんで、一人の人間としてなんか自然の流れで、あ俺は俺寺を継ぐんだなっていうのは、なんか別に自分の中でそんなに疑いもなかったし、試合が結果がどうだったとか、どうだったとか、だから今度、まあ、行くというのも別に、まあ、あちょっとそこら辺に行ってまた帰ってくれやからですね、という程度のことで、前から行けるとかなんかそう思われて続けておいてちょっと行ってそういう感じで受け取ってますから、はい。ジャパンファイナル終わって、もう結構周りから心配されるぐらいずっとこの今回のことを考えてきたんで、自分をどれだけ出せるかってことにこの2ヶ月間こだわって練習してきたんで、もうそれを出すだけですね。
European player, you know, and he's very nice, good technique, but he doesn't have aggressiveness, you know. He must work on getting bigger, and he must play, especially here, he has to play like very, very strong, very aggressive, and he must, you know, forget about fouls, just hit hard, you know. This is American style of play, you know, and here it's all Americans.本当にこういうセリフも絶対に吐きたくなかったんですけど、やっぱりそれだけのプレーをしたかったし、でも本当にもう言い訳もできないぐらい相手の方が格上だったし、本当にこんだけ負けを受け入れてるのが初めてで、まあ1-on-1ってのもありますし、 全て自分に返ってくる、もうですね、本当にワンワンっていうのは<笑>いい住職であればそれに越したことはないんでしょうけど、世間的な評価がいいか悪いかっていうのはそれは後からついてくるもんですから、こんな風にならなきゃいけないとか、いうことはあんまり思わないですね。もう自然、今のままのペースで、やっていきゃいいと思うんですけど、何ですか、 寺っていうのは、自分もやりますけど、次に渡すと、受け取ったからには渡す、それを次に渡すという責任がですね、ありますから、それ結果、そのどういう結果で渡していくかわからないですけど、そうやってそのやっぱりお寺というのはその何百年も続いていくわけですからですね。これからまた来年再来年、そのまあそれ以外でも世界にチャレンジしていくという上で、やっぱり 海外でしかもそういった当たり前にプロ選手が出てくるような環境に飛び込むわけなんで、もう常にそういう出ることが決まったからそういう努力をするんじゃなくて、常にそういった場所を目指してるんだったら、もうそういった場で戦えるような準備を常にしていく強い、もう心がないと、もう絶対にインターナショナルな 大会では絶対に結果は出せないと思うので、まあ自分が今回学んだことでもあるんですけど、まあ今後そうですね、そういった強い気持ちを持ってるやつらには、まあそういったことを伝えたいですね。でも本当バスケ云々よりやっぱあいつは本当人間的にすごい器が大きいなというか、もう自分も見習える部分がたくさんあるし、尊敬してる部分もたくさんあるし、やっぱ一人の人として人間として、やっぱ あいつがこう今歩んでる道というか、重ねてきてるそのね実績だったり、今までの過程っていうのは、そこが一番すごいなと自分は思いますけどね。やっぱあの人って人の力、人の期待とかを力に変えれる人だと思うんですよね。本当にだから、かっこいいんですよね。本当尊敬しますね、そこは。まあ今でもあの人をリーダー って思って慕ってる理由は、やっぱりこのストリートボールシーンの主役のうちの一人っていうのもありますし、引っ張っていける、ストリートボール界を変えるっていう意味で行動してる人なんで、バスケ界も変えれるような人間だとは思ってるんで、出会ったおかげでまたバスケがより一層好きになれたんで、そこは本当すごい感謝したいです。もう今すぐ 練習したいっていう気持ちが今すごいあるですね。その肌で感じたことを、なんですかね、もう身につけたいし、何よりもバスケットが楽しいなってまた思えたんですね。悔しかったけど、その一言に尽きるかなと思います。